いや綺麗だなと思います。本当なんかいろんな角度から自分の知らない角度もあって、知らなかった角度もあって、そこがすごい面白かったです。その51発が全部違う角度でついてるんですよ。ってことはそこに当たる光の角度も全部違うので、あの51種類の黄色の色が入ってるんですよ。よく見ると同じ黄色の色がないというか、そこはすごくちょっと今回初めてそういうのを勉強になりました。なんか彫刻が、なんか自分の場所を見つけたぞみたいな、なんか居心地よくふわふわ回ってるのでよかったなと思います。出来上がったあの立体作品は、まあ、札幌の形を折りたたんだものなんですが、蝶つがいで折りたためるので、それもちろん開くこともできるんですね。それをすべて広げていったものが札幌の形っていう平面彫刻だと僕は思ってるんですけど、平面彫刻として設置されています。札幌の形っていう平面彫刻を川の流れによって51個のパーツに分けて、あの壁面に配置したものが札幌形図鑑になっています。見る人が多分私はここが一番いいと思うとか、なんかそういう自分のお気に入りの場所を見つけてくれたら、でまあそれを僕に教えてくれたら、もうすごい勉強になるなと思います。まずはじめに札幌の形を取り出すっていうところから始まります。人が住んでいるところ、市街地っていうのを、まあ、取り出しているんです。緑と町の境目、あとあの札幌市内にこう散らばっている緑地だったり、まあ、公園であったり川であったり、そういうのの境目をこう辿っていくんですね。まあ、作品内に見えるあの無数の穴っていうのは、あの札幌にもう無数に散りばめられている、まあ、緑地、公園とか、まあ、そういうものなんです。あの札幌の形って言っても、その取り出し方によっても全然違うと思うんですね。でこれはもうあくまでも僕が取り出した札幌の形であって、この形は入れたい、この形は入れたくないとか、そういった僕にしか見えない
ような、そんな札幌の形です。その札幌の形と全く同じ形で黄色の板を切り抜き、川の流れに沿ってパーツに分け、蝶つがいで再びくっつけちゃうんですね。まあ、僕なりの造形哲学に従い、いろいろ探りながら彫刻の模型が出来上がっていきます。その模型を何度も何度も研究して、まあこれっていう形が出来上がったら実際の彫刻の制作に入っていきます。今回採用したのはカーボンですね。あの空間の中にふわっと広がるようなものにしたい。でまあそういうのもあって、まあ、優れた素材でもあるんですけど、非常に扱いにくい素材なんですよ、カーボンっていうのは。まあそれを使うことに決めました。模型を作り終わったら、それをあの職人さんにお願いするわけですね。でまあその職人さんもものすごい腕のいい方々なんですけど、まあもう何度も一緒に仕事させてもらっていて、僕は何考えてるかっていうのはもうものすごく分かってくれて、ものすごいやりやすいです。ずらしながらやって、ここも大丈夫だって、全部が大丈夫な場所を見つけることは、やっぱりそういう素晴らしい職人さんたちがこう支えてくれることで、よりなんか大柄なものを作れたり、今まで自分ではもうできないなって諦めてたものをどんどん、まあ、そういうものは可能になってきたんですね。それは本当に、なんて言うんでしょう、こう、まあ、出会えたことが幸運だったというか、そう思ってます。なんかもっと長いピッチのこれとかあるのかな、なんちゅうか、その町が発展していく過程で出来上がっていく形って当たり前ですけど、その町その町もう見事に違うんですよね。まあ僕の印象なんですが、札幌の町の形っていうのはもちろん普通自然と人間がこうせめぎ合うものなんですけど、でも僕札幌に感じたのは、そのせめぎ合いの中にもこうお互いをこう尊重し合うような、まあ、どっちかがいい悪いじゃなくて、まあ、白黒つけるっていうのじゃなくて、もう少しなんか柔らかいグレーゾーンみたいな付き合い方ができているのかなとも思ってます。それはすごい札幌の、まあ、本当特徴なんですかね、はい、自分で言うのも何なんですけど、自分が一番ワクワクしたというか、こんなものできるな、見てみたいな、ものすごくワクワクしながら進められました。すみません、話してください。
られてたんで、はい、大丈夫ですか。もうちょい、はい、ストップストップ。もしかしたらあの壁面のあの単独の形はこっちのこの彫刻のここに使われている形じゃないか、もしくはあの形はここだとか、2つの作品を何度も見比べて、まあ、遊ぶというか楽しむこともできる仕組みにしてみたいなと考えました。僕自身あの小さい頃からもう図鑑にぞっこんでドキドキするんです。なんかいろんな自分の知らないものがしかもなんかずらーっと並べられてて、そういった子供時代のワクワクというか高揚も札幌形図鑑を作った大きな要因になってると思います。こっちに来ますね、こっちのそこと、はい、3箇所巡ることでこのなんか空間の捉え方もダイナミックに思えてくるし、本当僕はちっちゃい頃もしここに来たとしたら絶対その辺遊び回ってただろうなと、あれあの形だとか、あれここオレンジだとか言ってただろうなと、子供が喜んでくれるんじゃないかなと思います。うん、黄色い花束みたいな、そんなようなニュアンスのものになってくれればいいなと思ってます。ほんの一度でも二度でも、まあ、温度が上がるというか、なんか人が少しでもこう華やげたら、その見る人が、そしたら嬉しいです。うん。